ザサの鷹に到着しました。ザサの鷹ちょっと開けたところです。眼下にはザサ浜が見えます。奥はもう外海、太平洋ですね。若手も頑張って最後の急登登ってきました。最後きつかったね。ここだぞ、到着。ここでザサの鷹、右の下の方には芦山があるんだけど、ここからはちょっと見えません。お疲れ。はい。ふう。大丈夫か。もう体が重くて。っていうかね、カバンがめっちゃ重いよお前。そうか。4リットル入ってんだ、女だって。4キロ余分だもんな。体重も体重に。今玉子浜にいます。玉子浜で牡蠣を、ちょっとナイフでばらしてみて海の中に置いたらハゼがいっぱい来て牡蠣をつっついてますね。すごい勢いで食べてます。ハゼがすごいですね。おお、いろんな魚が集まってきました。玉子浜、若手3人は今釣りに来ました。一人はあそこで伸びてます。この浜は牡蠣がゴロゴロ転がっているので食べれるかどうかは分かりません。すごいところです。ここら辺は全部牡蠣ですね。殻の牡蠣もありますけど、もう牡蠣だらけですね。いくらでも拾えます。例えばこんな風に落ちてます。結構でかいですね、これもね。こんなところにもこんな風に落ちてます。いくらでも拾えますね。これもまあまあのサイズですね。こんな風に3つくっついた3階建てですね。うわ、人手がくっついてる、気持ち悪い。うわ、人手がこんな感じにくっついてますね、気持ち悪い。